講師としてやりがいを感じるのはどんな時ですか？はい、私は教える立場としてどうすれば相手に伝わるのかということを常に真摯に向き合い、日々試行錯誤しながら生徒と向き合っています。その中で生徒からできるようになったという声を聞くと、自分が人の役に立っている喜びを実感できる時が私にとってやりがいを感じる時です。これからは生徒を支えられる先生を目指して頑張っていきます。